美術品の売却でこんなお悩みはありませんか？買取業者が多すぎてどこに依頼したらよいかわからない。現代アートも掛け軸も茶道具もまともで査定できる。遠方ですが来てもらえますか？よくわからないものを査定依頼したら怒られそう。査定の金額が合わなかったら断ってもいいですか？知識がないと騙されそう。どんな人が査定するの？こんなお悩みに答えますというチラシをですね作りました。この間のアートや東京で間に合うようにですね、作ったんですけども、こういう、チラシですね、我々のこのスタッフの顔とですね、それからなぜ我々に買い取りを任せるといいのかという、いろいろこうご案内が、書いてあります。これが10個、読み上げますと、何でも査定します。1、何でも査定します。2、日本全国出張します。3、テレビ出演多数。この間はね、あれ出ました、世界のなんだこれミステリーってね出ましたけど、ブラックマヨネーズだっけ、ブラックチョコレート、なんかそういう人たちと出ました。3番って、4番査定は無料です。5番高価買い取り。6番東京銀座。7番作家不明では大丈夫。8番専門の鑑定士。9番蔵丸ごと査定します。10、80年の実績ということで、絵画、洋画、現代アート、陶芸、工芸、ジュエリー、貴金属、浮世絵、版画、西洋アンティーク、茶道具、刀剣、武具、中国美術、古銭、着物まで何でもちゃんと専門家を取り揃えておりますのでですね、購入の写真が載ってない人間も若干おります。ぜひですね、何でもお問い合わせくださいということで、このまずこの看板、どれだっけ、看板、これ海外国と海底プロフリーダイヤルでですね、申し込みいただきます。 LINE の査定もこちらの方で、これはスマホで撮っていただくと LINE につながりますので、こちらもぜひご利用ください。はい、ありがとうございます。